はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。ママレードボーイ、続きをやってまいります。もうすでにナンバー6ですね、来ております。物語も結構佳境に入ってきていますね。出かけるぞ。1月24日は綺麗なお月様、コンビニ行こうかな、散歩行こうかな。日によって夜だったり夕方とかいろいろですね。なんだか人が多いな。あ、ミキさん、すずちゃん、偶然だね。うん、これからここで CM の撮影があるんです。あ、そっか。でもすずちゃんすごい人気だね、羨ましいな。何言ってるんですか。ミキさんこそ、ユウと土屋さんとスオさんに3人から迫られてるくせに。急に怒った。いいな、3人の中から誰でも選べて。私も綺麗な男の子ばっかりファンに選びたいな。何言ってんのよ。いやー、きついわ。そんじゃまるで私が3人の男の子をキープしてるみたいじゃない。いや、キープしてるから。あれ、違うんですか。この子は。でもそれってモテる女の子の特権ですよね。そうなんですよね。早く私もミキさんみたいにいっぱい恋したいな。あ、私は別に。あ、撮影始まるみたい。じゃあまた。うん。私ってすずちゃんが言ったみたいな女の子に見えるのかな。ちょっとショックだな。いやー、でも美人はね、モテる人はそんな感じですよね、みんな。結局選ぶのは女の人ですから、もう僕らはね、あの就活みたいな感じですよね。もうとりあえずもうエントリーはさせてもらいまして、結局ね、やっぱりさっき言ったように向こう女の子がね、おお、突然姿を消します。彼の存在が自分にとってどれだけ大きかったか、あなたは初めて気づくでしょう。え、ユウ、姿を消す、何で。まあちょっと話の続き、結局我々はね、選んでもらう側だからエントリーしといて、まあどんだけプレゼンテーションできて向こうが選んでくれるかどうか、それなんですよね結局。お、学校のチャイムが鳴った。ねえねえ、メイクお茶してこ。うん、いいよ。またいつものお店かな。そうだ、ミキ知ってる？公園通りに美味しいケーキ屋さんができたんだよ。本当？じゃあ明日の帰りにでも行ってみようよ。そんなだから太るんだよ。出てきた。松浦君、何か嬉しそう。いいことでもあったの？アンが今日退院するんだ。あ、アンジュちゃん。え、そうなんだ。よかったね。あ、ユウ、ほんと嬉しそう。こんな喜んでるの見たことないや。そうね。あんまり自分の嬉しいとか、喜びとか出さないですよね、ユウ君は。秋月さんの書いた小説読んだぜ。ほんと？どうだった？面白かったよ。主人公の女の子、俺のタイプだな。え、なんでそんなに驚くんだ？別に、これ分かって言ってるのか、どうなのか、K 君が。土屋君。関西の人言うと土屋くんになるのかな。あの関西の人ちょっと好きですよね。土屋くんとかね、あの俺銀太とおしゃべり、ちょっとなまりっていうかね、やっぱその方言というか発音のイントネーションとか好きなんですよね。なんかその人の一部分が見えたみたいな。はい、もしもし、スオだけど。あ、銀太。ごめん、やっぱり明日行けそうにないや。は？
何言ってんの？え？あれ、ミキ、お前なんで鈴木さんの家にいるんだ？は？あ、ごめん、間違えた。うわぁ、銀太、有美さんと何か約束してんの？別に、じゃあな。ちょっと、銀太と有美さんが、普通ですわな。俺も、ミキさん、あ、ミキとアリミだったらアリミ、いやでもミキかな、ミキだな。アリミはね、ちょっと怖い、ちょっと怖い、気になるなぁばっか、気になるなぁばっか。お、はーい、こんばんは。出た。あ、アンジュさん、退院したんだ。うん、昨日。ユーいる？あ、まだ帰ってきてないの。本当はいるけど。え、そうなんだ。悲しそう。アンジュさん、寂しそう。ゆっくりしてってよ。どうする？いや、これは普通。ゆっくりしてってよ。いいの？いやまあそれはね、せっかく来てくれたんだから。とりあえずお茶で、そ茶ですが。わ、かわいい部屋ね。そう？いいな、ミキさん、ユウと同じ家に住めて。え、アンジュさん、私ね、小さい頃ユウのこと好きだったんだ。へえ、そうなんだ。どんな顔すればいいのかな。そんなこと聞かされて嬉し泣きと泣き顔、泣かない、うーん、悲しげでいこう。悲しげ、じゃあ今はやだ、変なこと聞いちゃった。うー、気まずい、どうしよう。お、いいところに。わ、びっくりした。もしもし、あ、ミキ、俺、なんでウィンクしてるん？電話じゃん。今、サトシさんのとこにいるんだけど、お前今から来ないか？いいけど、アンジュさん来てるよ。お、ほんとか？じゃあすぐ帰るよ。待ってるように言っといて。ちょっと言う。まったくもう。ミキさん、私そろそろ。え、だって言う、もうすぐ帰ってくるよ。いいの、じゃあ。そこまで送るよ。引き止めとかんと、ユウ怒るで。ここでいいよ、ミキさん。さっきのことユウには内緒だよ。うん、じゃあまたね、おやすみなさい。いい子だ。アンジュさんにしようかな。アンジュさんにしようかな。あれ、ミキ。わ、ヒュー、驚かさないで。何やってんの、お前。アンジュさん、帰ったよ。待っててもらうように言ったじゃねえか。私、先帰ってるね。おい、ちょっと。てててん、ててててん、ててん、ててん、てん。ということで、1月26日どうしようか、寝る。一日が結構濃密な感じでいいんじゃないですか。またアンジュさん、今日は
1月27日です。どうしようかな。もう本当にあと2週間ですよね。だってこんな時間学校行かなきゃ。だから通学だって。出かけるじゃない。ねえ銀太、これ読んでみない？メイコの書いた小説なんだ。一番最後に渡すというね。へえ、あいつ自分で書いたのか。すげえじゃん。読ませてもらうよ。読んだら感想聞かせてね。3人目だけどみたいなね。もう銀太とね、ケイ君はね、銀太君、ケイタ君は眼中に入ってないですからね。あれ、ちょっと悲しげ。ユウ、今日の新聞ある？ユウじゃなくなった。ユウになった。あ、テレビ欄みたいの？なんでよ。だってお前そこしか見ないじゃん。う、ほっといてよ。まあ、私みたいな感じですね。あれ、電話ですか？もしもし。ゆう、あ、松浦くんいますか？あ、はい。北原ですけど。いや、最初に名乗れやと。あ、アンジュさん。ゆう、アンジュさんから電話。部屋で取るわ。あ、ゆう。何？なんでもない。変なやつ。ゆう、アンジュさんの電話だといつも自分の部屋に行く。なんで私の前で話さないのよ。まあ、いろいろね。あるからね、そこは。まあ、今で言うと携帯ですよね。やっぱり人の携帯は見ない方がいいですよ。私見たことないです。もちろん。どうしようかな。もう寝ると。もうどんどん進めていきます。おやすみなさい。まあ、やましいことがあるわけじゃないですけど、やっぱり聞かれたくないっていうかね、やましくはないけどっていうのはあるからね。おしゃべり。ケイ君、電話ですか？これ家電っていうのもなんかいいですよね。そろそろ携帯が出てくるか出てこないかの多分時代なんですけどね。もしもし、あんたが好きだ。怖っ。ケイ君、初めて会った時からずっとあんただけを見てた。俺と付き合ってくれ。ダメだよケイ君、いきなりそんなこと言われても。あれ、あんた誰？は？あ、間違えた。え、かけ間違い？びっくりしたな。もう声が似てたんでしょうかね。またコミカルな音楽が。あんたが好きだ。電話か。出かけましょう。夜ですね。よう、ミキ、読んだぜ、メイコの小説。どうだった？面白かったでしょう。ああ、俺小説苦手なんだけどさ、一気に読んじゃった。すごいよね、メイコって。しかし、主人公の女って鈍感だよな。俺笑っちゃったぜ。悪かったわね。へっ、なんでミキが怒るの？銀太は何も分かってないっていうね。まあ、そこがね、いいところだとは思うんですけどね。純真というか、寝る。寝ようと。銀太とトーク。トーク？トークなのか？お、いい雰囲気の朝。寝坊しちゃった。あれ、ボイスメモが置いてある。
いう、なんだろう、ちょっと旅行に行ってくる、あいつ学校サボってどこ行ったのよ、すげえわ、絶対俺サボらない、サボれない、お、俺おる、ゆうのやつ黙って行っちゃうことないじゃない、それとも私のことなんかどうでもいいのかな、いやそんなことないって、よう、ミキ、わ、おお、なんだ、ああ、手が滑っちゃった、ギンタ、びっくりした、やばい、ああ、オルゴールか、二度目、え、壊れちまったのか、どうしよう、ごめん、お前今日ずっと暗い顔してたから元気づけようと思って、明日までに直してやるよ、無理だよ、ギンタ、大丈夫だって、絶対元通りにしてやるからさ、ギンタ、それユウからもらったクリスマスプレゼントなの、え、それでも直す？これは、あ、大事にしてるんだろ、絶対元通りにしてやるよ、ギンタ、これはギンタいいっすね、なあ、これから映画行かないか、ちょっと脈話の、怒ってやるからさ、いやそういう流れじゃない、やっぱちょっとおかしいっすね、やっぱ銀太おかしいっすかね、いやいやいや、行かへん、行かないわ、お、首振った、やめとく、そういう気分じゃねえわな、そっか、じゃあ駅まで送ってく、おお、いいね、この下りはいいね、これいいね、銀太、これ映画のね、ちょっと誘ったあれはあれですけど、流れはいいですね、流れは悪くないですね、本当に直せんのか、直せねえだろう、オルゴール、いやでもね、やっぱり誰も悪くないですよね、今のシーンは、まあ映画の部分だけちょっとセンスはなかったですけど、元気ないからちょっと元気づけようかなって思って、誰も悪くない時ってやっぱちょっと切ないですよね、誰も悪くなくてなんかそういうことが起きちゃう、1月30日、どうしようかな、トーク、誰だ、ユウ、電話できるのかな、てかどこに電話かけてるの、あ、違うか、電話かかってきましたね、そうですね、あ、ミキ、俺、はい、また同じ、今どこにいるのよ、今秋田、秋田？そんな遠くまで行っちゃってんの？まあね、サトシさんのおやじさんの建築どうしても見たくてさ、なんで黙って行っちゃったのよ、あ、俺がいなくて寂しいんだろう、別に寂しくなんかないよ、まあ頭が強がっちゃって、強がってなんかない、あ、テレカ切れる、テレカ懐かしい、テレホンカードですね、今もうないですよね、テレホンカードなんかね、よくあのね、あのアイドルとかモデルさんのテレホンカードとかありましたけどね、どうしようかな、もう寝る、テレカって、もう携帯の時代ですもんね、もはや、まあスマホ、もう電話じゃない、あの電話じゃないですもんね、電話っていうか通信会話ですもんね、通信の、うん、ああなんか今朝は気分が冴えないな、優がいないからね、
ユウはマジいい人だわ。惚れるわ、ミキじゃなくても本当に。あ、土屋だけど珍しいな。あんた今日の夕方暇か？え、コンサート行かないか？ニューヨークから有名なピアニストが来てるんだ。へえ、へえって言いつつ、じゃあ行こっかな。表情とメッセージが合ってねえわ。そっか、じゃあ6時に原宿で待ち合わせしようぜ。うん。いやー、気分さえないから行くってどういうあれじゃん。悪い、遅くなった。こんな顔してきたらテンション下がるわな。あ、怒るわそりゃ。怒ってるの？どうしたんだよ、黙っちゃ分かんないだろう。ごめん、ケイ君、やっぱり私行けない。なんだよ突然。待てよ、どうすんだよコンサートは。じゃあ、それじゃあ、ずっと気持ちが沈んでたのはユウのせい？ユウ帰ってこないかな。こんな気持ちでいるのは嫌だよ。ミキ、あ、ただいま。ユウ、おかえり。悪かったな、黙って旅行行っちゃって。さすがの一言。別に私に謝ることないよ。俺がいなくて寂しかったろ。全然。そっか、俺は寂しかったけどな。この言うは分かっとるな、マジで。これマジで勉強させてもらいますわ、ほんとに。あー疲れた、早く帰ろうぜ。ユウ、まあやっぱりずっとね、一緒に暮らして一緒にいていなくなるとやっぱりね、気持ちそうなっちゃいますよね。どうしようかな、寝ると。松浦くんが帰ってきて本当によかったね。メイコ急に出てくる。2月14日って何の日か知ってる？セントバレンタインデーです。チョコレートに心を込めて好きな男の子に告白する日。そろそろゲームも終わりに近づいてきたし、彼を作る最後のチャンスだよ。おお、やっぱり2月14日で終わりですかね。誰のことが好きなの？ユウ。そうなの、今はその人に気持ちが傾いているのね。バレンタインデーまでにきっといろんなことがあると思うけど頑張って。私応援するよ。ありがとうございます。どうしようかな、よしもう寝ようっと。おやすみなさい。はいと。で、2月、おかえりユウ。お、2月ちょっと明るめの。まだ2月って言っても寒いですけどね。まあそろそろ春が来てほしいかなって思う頃。どうしよう、メイコ、テニスの地区大会の選手に選ばれちゃった。マジか。大会は2月7日でしょ、なんで今頃。選手が一人怪我しちゃって、私全然自信ないのに。え、そういうのって補欠がいるんじゃないですか。大丈夫だよミキ。銀太、心配するなって、俺がコーチしてやるからさ。コーチしたからって1週間でなんとかなるレベルじゃないと思うんですけどね。本当に？あー、どっち、やっぱり無理だよ。まあでもこっちでいいかな。まあ、やっとかないとね。その代わりビシビシ教えるぜ、ついてこいよな。2人とも頑張ってね。まあ、一応練習はねしとかないと。まあ周りの目がありますからね。ちょっとちゃんとやりましたよ的なね形でやんないとね、やっぱりね。一応練習しないと。そっか、じゃあしばらくバイト休むんだ。うん、今月人少ないでしょ。両方ともやるよ、恋も勉強も頑張るよ。
大丈夫なのか。平気平気、元気なのが私の取り柄だもん。そっか、頑張るよな。うん。なんだ今のくだりは。バイトもちゃんとしますせ的なあれですか。出かける。またコンビニ。別にいいんですけどね。いいんですけど、なんで。あれ、ミキさん。アリミさん、偶然だね。ミキさん、今暇？暇。よかったらお茶でも飲まない？何時なん？何時なんこれ。ね、行こうよ。何時なんですかこれ。だいたい7時、8時ぐらいだったらいいけど。ね、最近ユウどうしてる？別に普通だけど。私ね、もうダメだって思うの。え、どうしたん急に。泣いてる。私ずっとユウだけが好きだった。だからわかる。ユウには今本当に好きな子がいると思うの。私だし、ミキのこと好きなんだよ。でもね、スオ君といるとすごく安心できるの。なんか落ち着けて。え、付き合ってんの。ミキさん、スオ君のことどう思ってるの。ただの友達。あ、私はただの友達。あれ、お前らいいとこに来た。わ、ユウ、珍しい組み合わせだな。あ、私帰る。じゃあまたね、ミキさん。アリミさん、何話してたんだよ。別にユウには関係ないよ。ん、なんか気づいた。ユウがなんか気づいた。アリミさん、ギンタのこと真剣な顔で話してた。あー、もうなんでこんなことに気になるんだろう。いや、別にいいんじゃないですかね。お似合いのカップルだと思いますけど、ギンタ君とアリミさん。いや、とりあえず今はもうね、地区大会に向けてね、練習してますよアピールしないとね。気になるなぁ。とりあえず気になるなぁとね。2月2日。お、早速練習かな。おー、テニスコートですね。空青いといいですね。ダメじゃねえかミキ。そんなんじゃ相手のボレーみんな落としちまうぜ。ちょっと休もうよギンタ。ハードすぎるよ。ダメダメ、休むのはスマッシュの練習終わってから。ほら行くぞ。ギンタは結構鍛えてるんですね。めっちゃ練習してる。ふう、疲れた。もうクタクタだよ。こんなんで大会まで持つのかな。お、まだラケットの音が。あれ、まだ誰か練習してる。あ、ギンタ。そうだ、ギンタ自分の練習だってあったんだ。なのに自分のこと後回しにして。ギンタ、声をかける。黙って見つめる。んー、どうしましょうかね。声かけてみます。どう正解とかあるんでしょうかね。あー、じゃあちょっとね、いいとこなんで、次回声をかけるか黙って見つめるかでここから再スタートしたいと思います。動画の移動をよろしくお願いします。デッシーでした。失礼いたします。